皆さんこんにちは。2023年シーズンのプロ野球界に激震が走った。西武ライオンズ山川穂高選手の不祥事、これに複雑な心境を抱いているのが福岡ソフトバンクホークス現会長王貞治氏だと言われています。今回は山川選手と王会長のかつての会話などについて紹介します。ぜひ最後までご視聴ください。2023年5月11日、山川選手が知人女性への強制わいせつ致傷の容疑で捜査を受けていることが報道されました。山川選手は報道内容を一部否定したものの、不倫をしていたという事実については認め、その後実際に書類送検されることとなりました。現状は疑いの息を出ない山川選手ですが、報道翌日の5月12日から登録抹消となり、以降実戦出場がかなっていません。2022年にはホームラン王と打点王の2冠に輝き、2023年の WBC でも日本代表の一員として要所要所で活躍した山川選手。それだけにこのニュースが球界野球ファンにもたらした衝撃は大きく、今シーズンの西武ライオンズが苦しんでいる理由の一つが山川選手の不祥事にあるとしていいでしょう。こんなことになるとは夢にも思わなかった2022年シーズン、山川選手は別件で世間を騒がせていました。それがフリーエージェント権を行使してホークスへ移籍するという噂。山川選手が騒がせていたというと少し語弊があるかもしれませんが、昨年のオールスターゲーム、山川選手がホークスに行くらしいという選手のオフレコの会話が中継に載ってしまったのです。このニュースは山川選手がシーズンオフに出演したバラエティ番組でもまさぐられるなど広く知れ渡り、実際に2022年オフに山川選手はライオンズとの4年契約を誇示して単年契約で2023年シーズンに臨んだことが報道されています。何でもオールスターの一件以降、山川選手がホークスへフリーエージェント移籍するという話は半ば既成事実化していた模様。何事もなく2023年シーズンを過ごし、フリーエージェント権を獲得していれば、山川選手は2024年シーズンはホークスでプレーしていたかもしれません。2022年7月29日、福岡のペーペードームで行われたホークスとライオンズの試合前、山川選手はホークスの練習中に姿を見せて、練習を見ていた王氏のもとに挨拶に行く姿が見られました。王氏といえば、言わずと知れたホームランキング、プロ野球で868本ものホームランを放ち、世界の王として世界中の野球選手からリスペクトを集めています。山川選手も現役では屈指のホームランアーチスト、シーズン40本を3度も記録した選手は現役では山川選手くらいのものです。一方で山川選手は不審なシーズンも時々あり、2020年や2021年は20本塁打を放ちながら打率は2割台前半でシーズンを終えました。ホームランバッターのことが好きな大師、山川選手のことは他球団の選手の中ではとりわけ気にかけていたようで、これまでもたびたび山川選手と話をしたり指導したりする姿は見られましたよ。この昨年に2人が会話をした時もなんと30分ほども話し込んでいたのだとか。 NPB では定められた期間以外で選手と球団とのフリーエージェントにまつわる事前交渉はしてはいけないとルールで決められています。そういったルールがなくても移籍が噂されたホークスの会長という立場の大師相手とはいえ、山川選手がこの時にフリーエージェントのことを意識していた線は薄いと言われています。王氏も近い将来の獲得交渉を視野に入れていたというわけではなく、挨拶に来たホームラン打者の後輩というスタンスで接していたと見られていますよ。山川選手のことを可愛がっていた王氏、しかし2023年山川選手の不祥事が表に出ます。王氏は2023年5月19日から21日のホークス対ライオンズの3連戦ペーペードームに姿を見せ、ライオンズのコーチ陣と会話を交わすシーンが見られたようです。王氏がこの時どのような会話を交わしていたのかは分かりません。ただ報道ではやはり山川選手のことについてどうなっているのと尋ねていたのではと出ています。現在の状況や今後の見通しを尋ねていたという王氏、今でも山川選手がフリーエージェント権を行使したら獲得の意思があるのかと思いきや、この時王氏はむしろ野球界全体に与える影響などを気にして質問したのだとか。王氏は社会人としての姿勢を大事にしている方であり、あるライオンズ OB は野球はもちろん大事だけど社会人としてしっかりしていないとやはり野球はうまくならないよというアドバイスをもらったそうです。
自身がユニフォームを脱いだ今でも、王氏は野球を離れた場面で他の人に様々な気配りをされているのだとか。それだけに、これまでも山川選手にだってそういったことを説いてきて、何度も話す中で山川選手がどんな人間なのかという人柄も王氏なりに把握していたはず。それだけに、山川選手の今回の一件は余計に複雑な心境なのではないかと見られているのです。未だ実戦復帰がかなわない山川選手、彼を持て余したライオンズ球団が放出するのではないかという噂もあります。もともとは大金をはたいて保証選手を出してまで欲しいという球団が多かった山川選手、その実力には変わりがないはずですから、この先ライオンズが放出され山川選手が自由契約となったら、獲得に動く球団があってもおかしくはありません。ただ以前から噂されていたホークスへの移籍はもはやないのではと言われていますよ。もし現場が欲しいと言っても王氏がそれを許さないのではということなんですね。これまで可愛がってきて、おそらく野球人としてもリスペクトしてきただけに、今回の山川選手の騒動には期待を裏切られたと考えているのかも。王氏からすると、野球界にもう復帰するなという思いなのかもしれません。なまじ WBC 日本代表に選ばれるような影響力の強い選手だっただけに、球界全体のことを思う王氏からすると、山川選手の不祥事は我慢ならないものなのかもしれませんね。ネット上では今回の報道について、ホークスが山川選手を獲得しないという方針に賛成する人が多く見られました。ソフトバンク以外も獲得しにくいだろう、獲得球団にとってイメージが悪すぎると、そもそもライオンズが球団イメージを鑑みて山川選手を放出した場合、それを獲得するのはどこであっても悪手だと指摘する人も。王氏についてはビデオカメラマンとしてインタビューの現場で王氏と一緒になったと語る人が、僕らなんかにも気を使ってくださる素晴らしい人格者とし、山川選手にも王さんを見習って野球選手として恥ずかしくない行動をとコメントされていましたよ。昨年からのホークスファンの中では、当然二冠王のホークス入りを楽しみにしていた人もいる模様。貴重な右の大砲を取り損なった、山川にはなんてことしたんだって思ってますと率直に語る人もいました。未だどのような結末を迎えるかわからない山川選手の一連の事件、最悪起訴なんてことになれば、これ以上山川選手がプロ野球選手を続けるのは現実的ではないでしょう。とはいえ、不起訴になってもこれで万事解決、実戦へというわけにもいかない模様。山川選手にまたプレーしてほしいかどうかも球界人やファンの間でも分かれているようです。いかがでしたでしょうか。今回は山川選手と王氏の会話などについて紹介しました。本年83歳の王氏ですが、今でも頻繁にペーペードームや宮崎のキャンプなどに足を運び、選手の指導などを行っています。現役時代の素晴らしい成績だけでなく、こういったところにも多くの野球人からリスペクトされる秘訣があるのかもしれませんね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。